おむつ鍛錬場へようこそ。毎度 DJ 大将でーす。ということでですね、本日は、僕がね、この鍛錬場の動画をやり始めた1本目の動画の、まあ、必殺技がうんぬんかんぬみたいなやつをね、第2弾ということでね、さらにね、こう必殺技をね、こう皆さんに紹介していきたいと思います。はい。で、まあ原理的にはね、最初の1本目とほぼ一緒みたいなもんなんですけど、まあ発想力ですよね。まあ発想の力っていうのは技術的なものとはまた違うので、まあ一回、あ、そうなんだって受け入れたら、まああとはね、自分のこのフィールドで探しやすくなるかなと思うので、まあそんな感じで見てもらえばいいかなと思います。で、まあ今言ったようにこの発想力っていう話もね、ちょろっとこうしていきたいなとは思うので、まあ動画の後半でしようかなと。まずはね、今からね、何をやってきますかっていう話で、まあ一回見てもらってね、まあ動画本編見てもらって、まあその本編に対するコメントみたいなやつをね、最後にね、収録したいと思うので、まあその辺もね、合わせて最後までね、ご覧ください。というわけで、今回のテーマは、さあね、歌詞を繋いでいきましょうっていう感じで、まあ最初ね、100% 中学生からキルミーのベイベーいきます。まあ意味合いもすごく通ってる。見てる層もほぼ一緒、年代もほぼ一緒。で、曲の雰囲気もね、一緒。一緒とは言わないですけどね、このノリが一緒ですね。そんな感じで、この曲、バチバチにバチ合ったこの曲ですが、もうピンときてる人はいると思いますが、100% 中学生のチュッチュチュッチュララチュッチュベイ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 のとこ、あそこのベイ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 と、まあ、キルミーベイベイのね、ところを合わせていこうかなっていう感じで、まあ、今回ね、最初に説明をがっつりした後にね、ちゃんとしたやつ見せてやっていこうかなと思ってますのでね、お願いしますね。まあ、一例としてね、一回やってみましょうかね。ということで、実践とりあえず1。みたいな。で、まあ今のもね、悪くないんですけどね。まあ、チュッチュッチュッチュララチュッチュベイ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 って多分フロアは行ってたりね。そのリズムで乗ってたりするので、こう耳に残りやすいですよね。繰り返してくれるし、ベイ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 を繰り返してくれるので、こう耳に残りやすいし、行きやすいですが、今のよりもうちょっと効果的にいろいろやっていきましょうっていう感じで。まあちょっと今回のテーマとしては歌詞をつなげるので、今ので説明終わりなんですけど、今のよりもっと効果的なやつをっていうことで、早速プラスアルファに行っちゃってますからね。見といてください。まあ、この動画、この僕の動画をご覧の皆さんにはおなじみのですね、フロアももちろん、バーカンや、おしゃべりしてる人たちも音に注目させて、DJ 自体に注目させて、ドンっていくことで、こうみんなが乗りやすいし、っちゅうのはね、やっていこうと思います。なんで、もうほぼネタバレみたいなもんですが、ベイ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 をひたすらループさせます。ここね。ここ。ここで、キルミーベイベイを放り込むんですが、キルミーベイベイの頭。ここから、赤いところですね。ここから、ぶち込みます。カットインで。でさっきのやつはちょい加算でして、チュッチュッチュッチュララ、チュッチュ、ベイ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 、デッデッテン、キルミーベイベイだったんですけど、あれだと、みんなが、キルミーベイベイっていうのを、キルミーベイベイ、来た、ベイベイぐらい、ベイベイぐらいしかいけないんですね。キルミーベイベイってはっきり言わせるために、もう、こっから切り替えますね。この赤いとこから。切り替えて、やっていこうかなと。まあ、聞きゃわかるので、こっちの方がこう、なんて言うんだろう。気持ちいいし、みんなも口に出してね、キルミーベイベーって言いたいですよね、やっぱりね。そこを何にしていきましょうっていうやつですね。ということで、いい例を見てもらって、まあ、この例はね、終わる方だと思いますのでね。はい。
つなぎとしての美しさよりも、こう現場のね、どういう風にみんなが歌ってるか乗ってるかっていうのを理解した上での技っていう感じですね。つなぎが美しいか否かよりも、まあ、ノリを取ったっていう感じでした。はい。さあ、二つ目の例をね、出そうと思います。まあ、これは、とりあえず、聞いてもらいましょうかね。バリバリ最強ナンバーワン。なるほど。ほんと今日から一番、一番だ、一番。さあ今のね、まあめちゃくちゃ分かりやすいですね。一番だ、一番って言って、一番にっていう風にね。で、しかも、これのいいところが、こう、一番だ、一番ってこう伸びてね、こうビートもなくなってっていう風で、一回こう、みんなのノリが、こう、一番だ、一番っていう風にね、今の手の動きみたいにこう、一番だ、一番ってこう伸びる。まあ、今僕手で表現してますけど、要はフロアのノリっていうのが、こう縦ノリから、こうなんて言うんでしょう、この、まあ、横ノリの延長というかね、こう、うおーってこう、オタク得意の、こう、オタク得意のこれですね。これになって、こう伸びて、で、さらに、ブルームの頭が、こんな感じね、ビートもなくて、こう、痛いっていうね、この、こう、この動きでね、いけるので、BPM が全然違うけど、結構ね、成立してくれるっちゅうね、感じでやってます。で、もちろん、まあ、今回の動画の肝である、一番だ、一番にっていうね、こんな感じでね、すごく美しくできているかなと思いますし、BPM 上げるのにも便利かなって感じですね。と、待て待て待てーということでね。ただこれね、超諸刃の剣ですね。まあ、バリバリ最強ナンバーワン、ヌーベイですね。こう見てる層と、じゃあガーリッシュナンバー見てる層が、もう全くちゃいますね。もう全然こう、なんて言うんでしょう。バリバリ最強ナンバーワンで、うおーってなってる気持ちと、やっぱブルームで盛り上がる気持ちっていうのも、またこれ全然違いますよね。やっぱりバリバリ最強ナンバーワンは、この懐かしさとかもありつつ少年漫画だし、なんかそのなんていうのかな、子供ごっこの頃見てたっていう気持ちで盛り上がる人がほぼ一緒だと思います。で、ブルームだと、まあ最近ってわけじゃないですけど、まあ割かしね、こう近代的なって言うと変ですけど、こんなね、萌えアニメとかね、声優がピックアップされたようなアニメなんですけど、まあそこでこうね、全然見てる層が違うと、やっぱりこうフレーズで当ててもバリバリ最強ナンバーワンで盛り上がってる人ってブルーム聞いて何これってなるし、多分っていうか、まあ本当に要は僕らの世代でヌーベリアル世代から、まあ、最近のアニメもチェックしてるみたいな人たちはね、盛り上がるとは思いますが、それでもやっぱり盛り上がりの気持ちも変わってくるし、ね、ちょっと違うかなっていう気もします。で、まあ逆にね、ブルームがガーリッシュナンバー好きな人って、じゃあヌーベって好きなのっていう話になってくるから、こう、やったダッシュが起こり得る。で、フロアがぐちゃぐちゃになる。ね、バリバリ最強ナンバーワンで盛り上がってた人が下がって、こう、ガーリッシュナンバー好きな人は前に行ってっていう風だと、やっぱフロアぐちゃぐちゃになってしまう可能性があるので、ほんと現場によって変えてくださいね、これはね。このフロアの広さ、お客さんの入りの状況、ね。何の曲で盛り上がって何が、盛り上がってないかっていうのを分析した上でこの技使えるか使えないかをね、やってください。で、まあみんな多分DJ100 人いて90人ぐらいを こう思いつくと思いますが、バリバリ最強ナンバー1番だ1番の後はヤバザキ1番でいいですね。やっぱりね、素直にね、まあ、BPM も変える変えないとかはまああるんですけど、やっぱりそこ年代がね、こうヌーベと山崎見てる年代がね、一緒なので、そのまま、こう、なんて言うんでしょう。盛り上がりやすいというかね、そういうのもあるので、まあ、どこを取るかですよね。まあ、タグとかを、僕が言う、いわゆるタグっていうのを全部取り外して、バリバリ最強ナンバーワンからブルームに行くのか、タグでしっかりくっつけながら、歌詞のね、この一番っていう歌詞を、こう、活かしてやるなら、バリバリ最強ナンバーワンから山崎一番に行った方がね、やっぱいいかなと思いますので、まあその辺はね、こううまいこと
毎回動画で言ってますが、僕が紹介してるのはあくまで一個のつなぎ、今回はね、特に一本のつなぎなので、まあ、それは千差万別、いろんなね、現場で合わせてやってください。にっちゅう話でした。まあ、そんな感じでね、良くも悪くもみたいな例でね、この二つ目を紹介させていただきました。はい。さあ、三つ目。これはもうもはやおまけみたいなもんですが、ヘブン、ね、やっと安心宇宙旅行から、グランダー武蔵、チェスターウィンドウに行きます。で、もうループとってありますが、ここ。テミッシュヘブン、テミッシュヘブン、ね、テイクミートゥーヘブンだったかなって言ってます。で、グランダー武蔵の、方、チェスターウィンドウ。ね、Take me so far away、ね。Take me so far away って言ってますね。Take me、ね。これで、歌詞で繋いでいこうと思いますが、ちょっと変則的にいきます。この、ヘブンの、Take me to heaven に対して、グランダー武蔵を、みたいな感じでね、やっていこうと思います。まあ、これはちょっと、まあ、ホットキューを使いながら、変則的にやっていくので、ちょっとね、特殊なんですが、まあ、こういう技もありますせぐらいでね、聞いておいてください。まあ、見るだけで、まあ、特にいいかな。説明は、いいかな。って感じですね。では、やっていきましょう。さあ、今回の動画どうだったでしょうかということでね。まあ歌詞で繋いでみましたけども。まあアニソンってやっぱりまあ歌詞があるので、まあ他のクラブイベントだと結構やっぱり歌物じゃない曲ね、が多いとは思いますが、まあカラオケ状態みたいになってるので、そこをこうね、うまいこと、こう皆さんが熱唱してるのに合わせて繋いであげたりすると、まあ効果的かなと思うので、まあ結構ね、この繋ぎすると盛り上がる時が多いので、まあすごいこうアクセントの一つになるかなと思います。ただやっぱりね、このね、発想っていうのはね、諸刃の剣な部分がありまして、やっぱりそれだけがうまいつなぎが一個だけあっても、他のアベレージが低かったら、急になんかそこだけ練習してきたんだみたいな。まあそれでいいんですけど、でもやっぱり、なんか手だれな DJ ほどね、まあそれは発想力で、実際大した技術は使ってないので、発想って大事なんだけども、僕的にはもっとやっぱり他のなんか普通のつなぎの、普通の EQ のつなぎ方とかに注目する。やっぱり DJ 長年やってる人だとやっぱりそこに注目するかなとは思うので、もちろん自分にない発想をボーンとやられた時に、うおーっと衝撃を受けたりはするんですけど、やっぱりこのアベレージをまず伸ばした上で、こうね、ちょいちょい挟んでいくとかっこいい必殺技になるんじゃないかなとは思います。まあ、EQ の回でも言いましたけど、結局 EQ が死ぬほど上手かったらもう全部のつなぎが必殺技になるので、うおなんだ今の EQ さばきすげーっていう風にね、こう、まあ、なる人は少ないかもしれないですけど、まあ、DJ の人たちはね、こう、おやるやんけっていう風にね、まあ、せっかくなんでね、お客さんも盛り上げつつ DJ にもやるやんけって言わせた方がね、かっこいいかなとは思いますので、まあ、その辺も踏まえてですね、まあ、この技ね、適材適所で、使ってみてください。はい。まあ、今回動画でね、ホットキュー触りましたけど、まあ、ホットキューの動画もね、出そうと思ってまして、まあ、他のね、この、まだまだ僕の中で、この、自分が、ね、追いゆく、DJ として死にゆく前にですね、届けたいことはいっぱいありますので、まだまだ全然ネタはあるんですけど、皆さん何か質問だったりだとか、これってどう使えばいいですかとかね、そういうのがあったら、コメントなり、質問なり、リクエストなりね、していただければね、嬉しいかなと、思いますので、僕も上手くなりたい一人ですので、皆さんの力を借りながら、
こうね、アウトプット、僕はアウトプットしながらね、この、上手くなってるようなね、感じではありますので、まあ何が言いたいかというと、まあコメントをよろしくお願いしますということで、もちろんそしてですね、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい。というわけで、次回も動画でお会いしましょう。おっす。